あやさん、えー、今回はスマホ活用術お申し込みありがとうございます。はい、えっ、ー、とですね、まあ、あやと呼んでほしいと、Facebook でいただきましたので、今後はあやと呼ばせていただきたいと思います。まあ、僕もですよね、ちょっと忘れちゃう部分もあるかもしれないんですけど、あやさん、よろしくお願いします。はい、であの、Facebook でもメッセージいただいていてあの、ノーリミットの方を買ったということで、この本はね、めちゃくちゃいいです。 まあ人それぞれ感じ方は違うのであれなんですけど僕はめっちゃいいなと思いましたまあそのお金を稼ぐことも大事なんですけど、まあ、すでにあやさんはですねあの次のステージに行ってるんじゃないかなともうすでにねお金を稼げるスキルはあると思いますので、えー、もちろんもっと目標を高くして収益を高くするっていうのは、まあ、僕のノウハウをやっていただければ絶対収益は出ます、えー、今以上に絶対出ます ただ、えー、収益はノもうてかもうアウトプットして、まあ、ノウハウをちゃんと学んで、えー、アウトプットすればもうまあ多分今の収益の3倍4倍は絶対出るんであとはどれぐらいやるかだけなんで、うん、ですね、まあ、今回のスマホ活用術に関しては多分あやさんの これからやろうとしてることにかなり生かせるんじゃないかなと思います。多分まあもう多分情報発信して自分が持ってるノウハウだったりとか販売していくっていうことだったと思いますので、まあこれやっていただければ一番いいのかなと思います。はい。ぜひやってみてください。これはまあ多分あやさんは多分まあ今回ですね、スマホ活用術セミナーの方をまお申し込みいただいてる方いらっしゃるんですけど、多分やればあやさんが一番最すぐ結果が出ます。 たぶん彩さんの場合はこの方法をやればあ、まあ、少なく見積もっても年に1,000万稼げます彩さんはこの方法をやればこの方法を本当に徹底的にやれば年間最低でも1,000万は売り上げ作れます最低でも、まあ、あとは売る商品だったりとか案内する商品にもよるんですけれども、まあ、商品も作れると思いますし まあ,あとは価格帯とどういうあとは集客の部分にはなってきますけど多分まあ集客もまあできると思いますしねはいまあ今回のノウハウに関しては少ない集客でもまあそのより濃くすることができるしあとは売る単価の問題なんで例えば1000万だったら30万の商品を年間30人に売ったら900万ですからうんですねだから年間、うん、まあ 年間っていうかまあ教育のスパンも必要なんで、うん、まあ正直このノウハウだとうん200人ぐらいで十分じゃないかなと思いますまあセミナーでも言ってますけどね200人ぐらいいれば、まあ、十分かな200人いれば、えー、年間1000万は作れるかと思いますけどね。 あとはこのやり方をセミナーでお話ししている内容をどれだけ徹底的にやるのかっていう話ですけどね。はいまあ、ぜひですね、やっていただいて、あやさんは絶対まあこの方法は今一番ベストだと思いますので、やっていただいて、ぜひ結果報告お待ちしております。はいえー、また栃木セミナーでもですね、お会いできるのを楽しみにしています。えー、今回もお申し込みありがとうございました。